定期テスト対策。どうもちゃん、篠原です。今回は定期テスト対策について話したいと思います。はい、定期テスト対策ですね。で、皆さん定期テスト頑張ってるかな、頑張ってるんですかね。まあ高1以降にね、特に定期テストでどれぐらい点取れるかってすごい大事だと思うし、で、中学生とかだとそれが内心に響いたりする。で、内心に響くってことはイコール入試点になるってことで、すごい大事なこともあるかなと思います。で、そんな定期テスト対策なんですけど、じゃあ具体的にどういうふうに勉強したら定期テストでいい点取れるのかっていうことについて話したいなと思います。で、やっぱり一番大事というか、まあこれはちょっと気をつけてほしいなってことなんですけど、基本的に定期テストっていうのはもう覚えてるか覚えてないかなんですよね。暗記してるかどうかだということです。で、この暗記するっていうことをどれだけこうマジになってやってるか、それともまああんまやってないかっていうので、まあ点数が変わっちゃうのかなと。で、特になんですけど、暗記っていうところで言うと、まあ例えば英語の単語だとか、数学の解法ですね。で、国語の漢字、古文単語で、まあ理科も公式、生物、化学とかだったら、生物だったら暗記だし、化学でも反応式とかね。で、社会だってマジな暗記科目ですよね。全部ある程度の暗記要素っていうのがあるんですね。で、例えばですけど、理解のところもあります。まあ例えばこの数学とかね、理解の部分もあるし、理科も理解の部分っていうのがあるんですが、これをそれぞれ解決していくことが一番いいのかなと思います。で、暗記って、まあ、単純に考えてもらったんですけど、1日で全部バーッと暗記するって無理ですよね。で、無理だと思うんですよ。なので、どうすればいいかっていうと、まず、この暗記っていうのを3回やってほしいんですね。で、具体的には、まず、その授業があった日ですね。授業で習った日。授業で習った日、もうこの日に1回まずは覚えてほしいんですよ。授業で習った日に1回覚えてほしい。で、その授業があった日の週末ですね、週末に1回もう1回復習して、まあ思い出すっていう段階であってほしいんですよ。で、最後3回目に、まあテスト勉強前ですね、テスト前にもう1回復習して、3回記憶のフェーズっていうのを設けてほしいです。で、多くの、中高生って多分ですけど、授業を習って、はいはいって言って、ここで多分ね、あんま暗記してないんですよ。で、週末の復習してなくて、で、テストでここで、うおーみたいな、めっちゃ頑張るみたいなことをやるんですけど、こうやってやってると、ここでやることが相当多くなるんですよね。で、テスト前に、うわ、あれもこれもしないといけないみたいな感じになっちゃう。ところが、こことここである程度覚えておいたら、ここの時にもう結構覚えてるんですよね。頭の中ある程度定着してるんで、まあ、もうすでに暗記済みみたいな感じになってるのかなと思います。ですから、まあ、できるだけ3回に分けてやってほしいなと。で、理解のところ、理解のところもあると思うんですけど、理解はもうこの段階でしちゃってください。この段階で理解する。で、もし理解できなかったら先生に質問するっていうことをやってほしいなと思います。質問ですね。で、質問してもらったら、まあ、なんでしょうね。基本的には、まあ、理解もできて質問もできると。で、で、ここで解決して、で、この理解したことをもとに、終末、記憶を定着させて、テスト前最後は確認するというイメージがいいんじゃないかなと思います。で、定期テスト対策、まあ、どうせ、一番定期テストで点取れない原因って、継続して勉強してないってことなんですよ。で、あるいは、覚えるべきところで覚えてないっていうことなんですよね。で、覚えていさえすれば、ある程度継続して勉強しさえすれば、定期テストってまあ問題は簡単というか、もう分かってますもんね、何が出るかね、分かってるんで、まあ、それは、大丈夫なのかなと。で、あと、ちなみに定期テストの山を当てる方法ですね、山を当てる方法なんですけど、定期テスト前に先生に質問に行くんですよ。で、先生に質問行って、先生が答えを即答したり、解説が丁寧だったら出ます。で、答えを即答できなかったり、あとなんか解説がどっかいい加減だったら出ないっていう判断基準もあります。即答するっていうのはどういうことかっていうと、先生自身勉強してるんですよ。テスト作るときに。テスト作るときに先生がすごい勉強してるんで、これはこうでこうでこうで、こういうの質問来そうだなとか、それ全部考えた上でテスト問題作ってるんで、質問行ったときにふっと答えられるんですよ。ところが、出ない問題、試験問題にしようと思ってないやつって、って考える時間がいるんですよね。だから先生がパッと即答したら、それは出ます。出ます。で、あと、解説が丁寧。それはまあ、先生も意地悪じゃないんで、やっぱり、
各質問したからには点取ってほしいと思うハブなんで、その結構その解説をしてくれる、そういう時は出るかなと思うんで、まあ、その辺のね、山を当てていきながらやっていくのがいいかな。まあ、特にね、この辺ですよ。この辺もね、英語と社会ですけど、英語と社会を定期テスト直前にやるのも無理ですからね。ですから、ぜひ、こんな感じで勉強していただいて、結果を出してもらったらなと思います。はい、ということで今回定期テスト対策ということで僕なりの意見を話しました。ぜひ皆さん、こういう感じで勉強していただいて、結果を出してもらったらなと思います。ということで、今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ自慢ですけど、僕の視聴者さんとか、僕の生徒さんね、定期テストでバカみたいな点数取りますからね、基本的に。点数ガーンと上げるんで、まあ、この動画を見てるあなたもぜひ点数上げてくれたらなと思います。最後になりますが、この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったらメンバー登録フォームを取ります。30秒くらい登録できる。よかったら登録してください。ここもこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。